アマンダブツ、ナマンダブツ。視界のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。昨日はですね、このカナダの沖縄県人の沖縄系移民の研究ですね、これについて、なくてはならん資料なんやけど、今までなぜかあんまり用いられていない、私全部ではないですけれども沖縄のですね、自治体市ですね、それをいくつも取り寄せて、こう移民編、その沖縄っていうのはね、こう見方によっては全国一の移民圏なんですよ。数だけで言うたら広島の方が数は多いことになるんだけど、それは人口が多いからね、だから分母が多いし分子も多いということです。でこれについて沖縄は、分母は少ないからしたがって分子も小さいことになるけれども、しかしその割合で見た時には10人に1人ぐらいの人は海外に出てはるんで、植民地は準植民地のところは出ていないんだけれども、そうでない、いわゆる外国、明らかな外国ですね、こう明瞭に外国といえるようなところに、行っておいでになる人の割合いうことになったら10人に1人ぐらい行ってはるんで、これもダントツなんですわ。で、そのダントツのこう沖縄移民圏ですから、その意味ではダントツの移民圏ですから、だから各自治体市のですね、中には移民編言うて一冊の本にしているところもありますし、でこう移民編いうのはね、どの自治体市にしても非常に大きなボリュームを占めているということなんです。それほどやっぱり沖縄にとって移民というのはこれ、切っても切れない、非常に重要なこう要素で、歴史の中から移民というものを外せないからです。だけれども私みたいにど素人はですね、こんな資料があるんやえてこう言えるっていうことはね、これどうしてかというと、やっぱりカナダに行っておいでになった沖縄系の人は非常に少なくて、沖縄県出身の人は非常に少ないんで、もうそれこそもっと南方であったりハワイであったり、そういったところにドスンと行ってはるんで、そっちの方にどうしても研究のエネルギーが割かれていてですね、ごくわずかな沖縄の人はカナダに行かれたのは全国の中で 1% に満たない、そんな大きな、こう移民圏であるのに、今分かってるんだったら200人ぐらい、その日課用途ついて昨日お話をしました移民会社兼人会じゃないわ、ごめんなさい、人材派遣会社みたいな会社で151人か105で、からあとハワイにもともと行ってはった人は北米合衆国本土に移りたいということを思って50人ぐらいがこう非公式に、こうカナダにおいでになって、だいたい200人ぐらいの男性が後に奥さんを呼び寄せていきますからもっと増えるわけだけども、それぐらいの数しか行ってないんで、ね、この200人歌ってそれこそ陸続きやからこっそり合衆国に行ったり、から他のところに場所を移されたりするんで、こんな寒いとこ単価ないでね、だから数が減っていきますから、どうしても関心が薄くて、したがって私みたいなど素人でも手に入れられるような資料をですね、入手されるだけの、こうエネルギーはあまり費やされなかったのかなと思うんです。しかしこの、昨日紹介しましたこうウェイン・サトルス先生っていう方の論文っていうのはこれ大変価値が高いものです。なぜかというと、一つはこう一流の学者さんが出されたものやから、ええ加減なものでは全くありえないし、でその資料というのはですね、1955年の時点で集められた資料及び証言インタビューに基づいているんで、1955年いうことになったら一世の人は山ほど生きてはったからね、だから例外的には早く亡くなっておいでになる方もあるけれども、1955年だった1世の人たくさんたくさん生きておいでになりますから、生の証言がいっぱい得られるわけです、ね。奥武長実さん、奥武智美さんっていうね、こういう方が、こうスポークスマンになられて、でこの人は英語堪能な人なんで、
こういろんなことを他の沖縄県の系の人に比べるとはるかにいろんなことを経験されてる、その奥武さんの全面的な協力を得て、こういろんなことを今まで、こう知られなかったことがね、たくさんそういう証言を得て、こう得られた、こう資料をですね、論文の中に書いておいでになるんで。この方、このウェイン・サトルス先生の論文をやっぱりよくよくこう見てですね、でそれによって、こうカナダの沖縄研究はもう一回やり直されなければいけないだろうというのは私の考えです。それをこうですね、昨日申したようなことでザザッとですけど、この時あんまり時間なかったんでザザッとしか、こう論文の和訳していなくてですね、後から見たらえらいミスタイプ多いなってちょっと悲しいなってくるんですけど、ざっくり読みたい人はこれで読んで、日本語を読んでもらいたいと思いますし、やっぱきちんと読んで何かの論文に使うとか、そういうようなことでしたら、こう原文をですね、論文そのものをお送りをしますんで、連絡を取っていただけたらというふうに思いますね。で、そんなわけでですね、僕は2009年に、この多文化共生研究年報に出しました、これから以後2013年に、入手しましたウェイン・サトルス先生の論文とですね、合わせて、こうご紹介をしていくことになるんだなと思います。で、ですね、昨日どんな話をしてきたのかと言いますと、これは 沖縄の人たち、分かってるだけで150人、名簿がちゃんと分かってる人ね、人じゃなかった、ごめんなさい、こう移民会社がですね、こう資料を作成し、票を作成し、そしてパスポートを発給されてるわけですから、その人たちの名前、全部、出身地、全部分かってるわけです。それにあとはハワイから転校してきはった謎の50人ということになるわけだけど、この人たちはですね、どんな仕事をしておいでになったかというと、カナダ太平洋鉄道のですね、線路の保線であったり、新しい線路を敷設したりというのは、そういう仕事をされると。だからカナダはですね、こう半分冬ですからね、だから半分仕事できんわけです。で、そろそろ仕事に取り掛かろうを終えて、春の終わりぐらい仕事始めたら、雪崩が起こってたくさんの人が死んじゃうっていうのはね、ロジャースパスというところでは百何十人の人の日本人の人が亡くなったりしています。そういう状況ですから、まあとりあえず半分仕事がないと。そしたら仕事 なかったらしょうがないんで、日華供託会社は皆さん解雇しちゃいます、ね、解雇してしまうはって、これでは困ると。それからパスポートも、日華供託会社に、こう預けているんかな、取られているというかな まあ取られていると言ってもいいでしょう。で、そんなやさかい、そんなことされたら困るいうので、皆さんバンクーバーまで行って、そんな首にするんやったらせめてパスポート返せって言ってね、言わはるわけです。たら、どっか行ってもたとか言ってね、でこうしらばっかれるんやけど、まあ後に交渉の末パスポートは返ってくるんですけども、仕事せんだら給与入ってきませんね。で、それで、こう沖縄ではですね、カナダ移民の父と言われてる1900年にはすでに、このバンクーバーに上陸しておいでになったマキシ・アンノーさんっていう人に、こう頼っていかはる人たちがあると。そのうちの一人が奥武さんであったわけです。ということでマキシさんがこういう、あれは何ていうかね、フレーザー製材所か、そういったところに就職斡旋してくれて、自分も一緒に働かれるようになります。でそれからマキシさんはその周辺で、まあ、いろいろこれここまで詳しく話す必要はないと思いますけども、みんなで農場しようまい通ってね、で沖縄系の人たちで、バンクーバー周辺で500勝しよう言うてはったんですけど、その時にマキシさんちょっとケチがつけられるような、ちょっと周りの人から信頼を失うようなことがあったりもしました。で、そんなようなことで、なかなかこう就労、皆さんがね、こう就労されるのに苦労されます。で、
その後ですね、こう1907年に来はって、そして、その冬に解雇される、あるいは1908年の冬になるか、年をまたいでるのかわからないんですけど、とりあえず来はった年の冬に解雇されると。そして、それでもやっぱ仕事をしなければなりませんから、2年後の1908年頃、南アルバータのフォートマックロードには CPR、また太平洋横断鉄道の沖縄ギャングがあった。この時が50人ぐらいあったんかな。で、その契約期間を終えて、ここに書いてある時には契約期間を終えって書いてあって、そやけども、これは沖縄の某自治体士によったら契約期間無視して出ていったんやっていうような書き方をされてる時、逃亡という形ですね。そういう形で、この出ていったっていうね、沖縄県の人が2人、こう出ていったみたいなことは書いてあるんやけど、これもまた間違いやったということが分かって、ね、フォートマックロードはまた仕事してはるけど、もう先からもう解雇されてるわけだから、契約期間も減ったくるもないわけだけれども、そやけど、逃亡みたいに書いてある記録もあるわけです。で、それはともかくとして、沖縄県出身者2人っていう方がですね、このフォートマックロードというところがあるんですけど、アルバータ州にフォートマックロードというところで、そこで働いておいでになった2人が、この30マイルを歩いてハーディービルといって、後に、こうカナダの沖縄村、南アルバータの沖縄村っていう、そういうふうに言われるようになるハーディービルに行って、でそこの、この6番坑、これナンバー6ついて、ガルという会社が経営してはって、その炭鉱がいくつもあったんやけど、第1坑、第2坑、第3坑っていうのはいろんな番号がついてて、ハーディービルっていうのはガルトという会社の6番、炭鉱であって、でそこの支配人に就職を申し込みました。ね、沖縄県の人は2人、こう就職を申し込みました。で、2人は初めひどい排斥や差別を受けたが、短時日のうちに会社側の信頼を得て同県人を呼び寄せることに成功した。ね、つまりこう、やっぱりね、どうしてもアジア人やからね、この当時の炭鉱で働いてはる人というのは、もともとカナダ生まれの人とが、またゆっくりとそういう統計は出しますけど、統計いうかね、資料は出したらいいと思いますが、こう北欧の人とかね、から南欧の人、日本人ちょっと、から、そうですね、ヨーロッパはかね、東欧の人か。そういった人たちがこうみんな寄り合い状態で、こう働いていたわけだけれども、そやけどやっぱりどうしても有色人種ですから、最初は非常に強い差別を受けますが、しかしやっぱり日本人は働きますから、これは沖縄の人も一緒のことですが、よく働きますから、もちろん、よく働きますから、こう大変こう信用を得て、同系人呼び寄せ、おまんら要は働くさがや、もっとお前の仲間連れてこいという状況を作り上げることに成功します。で、 ね、そうするとみんな、よかったよかったって、ここやったら仕事あるよと、仕事あるよというだけではなくてですね、この鉄道ギャングの日給は当時1ドルであった言うて、これは、このデイビッド・ユアーサっていう人が書いてある論文では1ドル言うて書いてあるんですけども、これはですね、そのウェイン・サトルス先生の研究によったら、本当は1ドル45セントなんです。1日働いて1ドル45セントやってんけど、それの時に実際に支払われたのは1ドル25セントやったんです。つまり20セントあってね、日課用達いう人材派遣会社がピンハネをしていたわけです。いっぺんに日課用達いう会社に給料を渡すと、ね、CPR 鉄道会社はこう日課用達に給料を渡すと。でそれに対して20ドルじゃない、ごめんなさい、20セントをピンハネした後のお金をですね、こう労働者の人に渡さはったんで、手取りは1.25ドルということになります。で、だけども、これ岩浅さんの研究によると1ドルいうことになっていますんで、
はどういうことなんかなと思いますが、積み立てとかそういうものであったのか、それはちょっとわからないし、それはちょっとわからないですけど、奥武さんの証言によれば1ドル25セントであったということです。ところがですね、炭鉱では地上での激務に従事し、ものすごくしんどい仕事やったようですね。地上での激務いうのはどんな激務やったんかって言ったら、こう炭鉱やからものすごく深いところまで、またご紹介しますが、ものすごい深いところまで穴が掘ってあってね、でそこからこう何て言うんでしょうね、這いつくばるようにして、こう炭鉱をこう横に掘り進めていくわけですね。石炭の層がありますから、横向きにこう層ができていますから、横にどん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 掘っていくわけです。でそうやけど、それ掘っていったらそこにあったものがなくなるわけだ、石炭がなく、こう掘っていったらなくなるわけだから、地盤が弱くなって落ちてきてドスンといってここで死ぬわけだから、そんなことがあってはかないませんから、こう小さい柱をたくさん持っていってつっかいをして、そしてこう地盤が落ちてこないように、こう、つっかいをしながら掘り進めていく。あの時にはほんま四つん這いになって 、こうすごい 仕事をしていく。このアンダーグラウンドっていうんですけど、これはね、本当は、日本人の人は入ってはいけないいうことで、労働組合で、炭鉱で働く労働組合の人たちの中でこう入ったらあかんいうことになっていたんですけれども。それでいろんな本に書いてあるのは、これ地上の作業である。じゃあ地上の作業どんなんかって言ったら、そうやって、こうアンダーグラウンドの人たちが石炭掘ったやつをですね、動力回して、蒸気機関の動力回して上に持ち上げてくるわけです。で持ち上げてきたことは、ベアーッとベルトコンベアみたいなものに運ばれてきますんで、その時に、全部が石炭ではありませんから、石炭と石をより分ける。で、そういう作業ですね。そういうより分けたものをまた、こう溜まったやつを置いて、また運んで、また石を選別するっていうような、そういう作業がこうなされていたということです。で、その時の作業がものすごくしんどかった。そういうことで給料はめちゃめちゃ良いと。で、この1ドルなんか、1ドル25セントなんか知らんけど、鉄道で働いていた時はそんだけやってんけど、しかし、この地上での激務に従事した時に、通常2ドルから2ドル45セントが支払われたと言いますね。2ドル45セントやった倍ですね。で奥武さんの証言では2ドル20セントっていうことになってます。どっちにしても倍ですわ。で、又吉蘇中さんね、又吉さん、又吉さんやと同じ又吉さんやからね、その又吉蘇中っていう沖縄の人はですね、今言うと炭鉱の動力室、ね、蒸気機関でその、地下から、こう石炭を運び出す動力が必要やから、その動力の蒸気機関室で働き、日給2ドル85セントを得たと言います。だから英語かなりできはったっていうことでしょうね。で、これがですね、1909年の段階で、で1916年には日給3ドル95セント内外を得るようになっていたということです。で、これはですね、白人、いつも、こう、言われてるのは、日本人の労働者は白人のと同じ作業をさしとっても給料半分やったっていうのは、そんな話になるんだけれども、このアルバータの石炭の労働者の人たちは、白人労働者と差別なく高額の賃金が支給されて、で、土地、家屋を購入するものが品質したというようなことが書いてあります。こういう形でですね、高給を得るけれども、どうやったらいいかな、体中真っ黒みたいな形で働かなきゃいけない、石炭黒いからね、こう、そして、昔、九州の炭鉱で働いておいでになった人たちの暮らしぶりを綴ったこう写真付きの本とか読んでたら、ほんま真っ黒けですね。石炭が真っ黒やからね、当然ね。で、ペーって炭を吐いたら真っ黒な炭が出てきますし、でアメリカ本土で、炭鉱で働いておいでになった方々は、やっぱこれ大変辛くて、で 炭鉱での労働をやめて違う仕事について2年ぐらい経っても、まだ、
黒い痰が出たというようなことであったようです。しかしそうやって、この伊礼二郎さんともう一人のお一方ね、その2人がですね、炭鉱の仕事についてくれて、でそこで信用を得て、でお前らもっと仲間連れてこいや言うてくれはったことによって、このカナダの、レスブリッジ、今レスブリッジの北方に位置しますこのハーディービルっていう炭鉱で、沖縄の人たちが集まって仕事をされ、そこで沖縄村が形成されていったということです。今日はね、そういう話をしまして、ちょっと宗教の話とは関係ないのだけれども、やっぱしかし人が集まらなければ、人が集まるところに宗教のこう団体ができていくわけだから、今日は宗教の話全く関係ないんですけれども、しかしこういう形でこう南アルバータっていうところに沖縄の人が集まっていかれたという話です。今日はこれぐらいにしておきます。